アルマダの海戦、アルマダ戦争は、スペイン無敵艦隊のイングランド侵攻において、1588年7月から8月に、英仏海峡で行われた、初海戦の総称である。広く知られる、無敵艦隊の名称はスペイン語、アルマダ・インベンシブルのわけで、スペイン海軍の CF だろう大佐が1884年に、表した論文の題名が原点とされている。 イングランド側視点での歴史書では、ザインビンシブル・アルマダの名称が、野揄的な表現として稀に用いられている。本国スペインにおいては、最高の祝福を受けた、大いなる艦隊、至福の艦隊と呼ばれていた。中立な視点からは、英語の文脈では、スパニッシュ・アルマダ、ザ・アルマダなどと呼ぶ。なお、両国での暦が異なるため、記録上の日付も異なっている。 日付は、スペイン側のグレゴリオ歴と、イングランド側の旧歴を併記する。当時、スペインとイングランドとの関係は、宗教問題やイングランドのネーデルラントへの介入によって悪化しており、また、イングランド市略船によるスペイン船や、入植地に対する海賊行為もスペイン王フェリッペ2世が、信仰を決意した要因の一つに挙げられる。 1588年5月、メディナ・シドニアをおや引き入る約130隻のスペイン無敵艦隊がリスボンを出発した。無敵艦隊は7月末から8月初めに行われた一連の海戦の後のグラブリンヌ沖海戦でイングランド艦隊に敗北して作戦続行を断念し北海方向へ退避した。無敵艦隊はスコットランドとアイルランドを迂回して 帰国を目指すも悪天候によって大損害を被ってしまい、結局スペイン本国に帰還できたのは約半数の67隻だった。死傷者は2万に及びスペイン衰退の予兆となった。ただし、この戦いの後イングランドは反抗作戦に失敗して戦争の主導権を失い、一方、スペインは艦隊を再建して政界権を守り通しており、 戦争は1604年に、スペイン側有利で終わっている。イギリスが、海洋派遣国家となるのにはまだ長い年月を、必要とした。スペイン王フェリペ2世1580年頃、ナショナルポートレートギャラリー、ロンドン。スペイン王フェリペ2世は、妻のイングランド女王メアリー1世が1558年に、死去するまでイングランドの共同王であった。 経験なカトリックである、彼は、プロテスタントである義枚エリザベス一世を、異端者であり、違法なイングランド統治者であるとみなしていた。フェリペはエリザベスを打倒して、カトリックであり、かつ、イングランド王位継承権者である前、スコットランド女王メアリー・スチュアートを王位につけようと、する陰謀を支持していたが、メアリーを幽閉していたエリザベスが1587年に、 彼女を処刑したために阻止されてしまった。また、スペインが植民地から自国に物資を移送する途中で幾度となくイングランドの主略戦に襲われたため、フェリペはエリザベスに海賊行為を取り締まるよう申し入れたが、エリザベスは聞き入れるどころか海賊行為に加担していたことも英遠に関係を悪化させていた。加えて、 プロテスタント信仰の拡大を策するエリザベスがスペインに敵対するオランダ人の反乱を支援して軍事介入し1585年以降両国は実質的な戦争状態になっていたこれらの報復のためにフェリペ2世はプロテスタント体制を打倒すべくイングランド信仰を計画したそしてこれによってイングランドによる ネーデルラント連邦共和国への支援を終わらせ、新世界のスペイン交易路と入植地への攻撃を立つことができる。フェリペ2世は、教皇シクスティス五世からの指示を受けており、教皇は、信仰を十字軍として扱い、スペイン軍が上陸した際の特別補助金を約束している。1583年、サンタクルス港、アルバロデバサンが、 艦隊計画を発案した。資料が残っている1586年の計画では、船舶796隻を動員し、予算総額は15億に642万5、898マラベディに及び、レパント海戦の予算の実に約7倍となった。あまりの高額であり、大案として艦隊規模を縮小し、上陸部隊は、 スペイン領ネーデルラント総督パルマ港、アレッサンドロ・ファルネーゼの陸軍を活用することになった。無敵艦隊総司令官メディナ・シドニア港、アロンソ・ペレス・デグスマン1587年4月29日から30日、フランシス・ドレーク率いるイングランド艦隊が、準備妨害のためカディス港に来襲し、スペイン船37の24隻が破壊、または捕獲された。その後、 ドレークは、ポルトガル沿岸部を襲撃して100隻以上を破壊、または打破し、この際に捕獲した大量の存在を焼却している。存在の新規確保が難しかったためスペインは、生乾きの粗悪な板を使用することになり、この後の遠征で、飲料水、食料品へ、甚大な被害を与えることになる。これにより、艦隊計画を大幅に変更する。 スペイン艦隊は波の穏やかな地中海での戦闘が主で、特にレパントの海戦では、ガレー戦により花々しい戦果を収めており、小ネへの移行がなかなか進まなかった。ドレークのカディス港襲撃の際に、新型小ネに対するガレー戦の無力さが露呈したこともあり、当初計画のガレー戦40隻を4隻へと大幅に減らし、 また、機動性と攻撃性を重視し、小木手の上層部に大砲を配置したホブネとガレー船の混合型ガレアス船を導入するが、波の荒い英仏海峡ではかえって安定性を得ることができず、実戦では成功しなかった。さらに、スペイン軍の大砲の数を2倍とし、数発で敵船の動きを止めて、従来の雪原切り込み戦法に持ち込むための、 重量の大きい砲弾を放つ威力は C が単射程のカノン砲やゼンカルバリン砲が多用されていた。また、雪原切り込み直前の接近戦で人員殺傷を狙うためペリエール砲以下の警砲が搭載砲約2500門の3分の2を占めていた。この多数の警砲を搭載するため主力戦闘艦であるガレオン戦には大規模な戦手楼 戦備炉が設置されていたが、トップヘビーで戦隊を不安定にし、高揚性と美砲の命中率の低下の原因となった。対して、イングランド軍の大砲の95%が、軽量弾を放つ、長射程の反、カルバリン砲であった。短射程警報を積まないのに合わせて大きな、船守備炉は廃止され、高揚性や運動性の優れた、低重心設計の戦隊となっていた。 反、カルバリン砲が長射程と言っても長距離では命中率が低く命中しても軽量弾では船体に致命傷にはならないため当初から接近戦を施行したスペイン艦隊の戦術理論の方が先進的との評価もあるスペイン側もこのような両軍の装備の違いを把握しておりフェリペ2世はイングランド艦隊が長距離砲戦を試みるだろうから スペイン艦隊は接近して、敵艦をハリズナで拘束して攻撃する、要艦隊出撃前に指示していた。ただ、イングランド側の砲画砲艦班の設計や砲院の技量に優れたこともあり、イングランド側が砲戦で終始主導権を握る展開へとつながった。当初1588年1月出撃の予定だったが、フェリペ2世の病気のため出撃は延期になった。 さらに2月9日、艦隊司令官だったサンタクルスコアルバロデバさんが救世する。代わりに、フェリペ2世はメディナシドニアコアロンソペレス・デグスマンを総司令官に任命した。メディナシドニアコは温厚な人物で優れた行政官でもあったが、改選の経験は皆無だった。当初、彼は就任を固辞して別人を推薦したが、総司令官には、 皇位の名門出身者がふさわしいと考えた、フェリペ2世はこれを認めなかった。代わりに、フェリペ2世は、有能な海軍軍人であるディエゴフローレスデバルデスを、補佐役として任命した。スペイン北西部フェロル港を出港する、無敵艦隊遠征が実行される前に、ローマ教皇シクステてス5世は、フェリペ2世に十字軍税の徴収を許し、彼の兵士たちに、 職友情を与えた。無敵艦隊の旗への祝福は、1571年のレパントの海戦での儀式と同様の方法で執り行われた。1588年5月9日、無敵艦隊はリスボン港を出港して英仏海峡へ向かった。艦隊は船130隻、水夫8000人、兵士18000人からなり、新中方1500門。 鉄製法専門を装備していた。全艦隊が出航するのに2日を要している。艦隊は、正規の軍艦を28隻含んでいた。その他の大型船のほとんどは武装、キャラック船とハルク船で、さらに小型船34隻が随伴していた。スペイン領ネーデルラントでは、兵3万が、無敵艦隊の到着を待ち、ロンドン近くの地域に兵を上陸させる橋を、 軍艦が護衛する計画になっていた。この作戦には、合計5万5千人の兵士が動員されており、これは、当時においては膨大な規模の軍隊だった。迎え撃つイングランド艦隊は、王室所属船34隻と臨時にかき集めた163隻の武装商船で編成されていた。無敵艦隊を目にしつつ、会合を持つ、総司令官ハワードと副司令官ドレイク。 1880年頃の作品無敵艦隊が出版した日、エリザベスの中ー,ーデルラント大使バレンタインデールがパルマ港の代理人たちと会見して和平交渉を行い、一方でドレークラ軍人たちは無敵艦隊に対する先制攻撃を計画し、ビスケーワンまで南下したが、強いハエを受けて引き返している。7月26日に交渉は打ち切られ、エリザベスの艦隊は、 プリマスで迎撃準備に入り、スペイン軍の動向の知らせを待った。イングランド艦隊は200隻、対130隻と数では、勝っていたが、スペイン軍は、イングランド軍二砲数で勝り、その火力は50%以上高かった。ただ、スペイン艦の火砲の3分の2は、人員殺傷用の単射程小型砲で、中型砲以上の火砲数では逆に、 イングランド側が2倍の優勢だった。無敵艦隊の航海は悪天候のために遅れ、ガレー船4隻とガレオン船1隻が艦隊から脱落しており、コーンウォールのセントマイケル山から死認されたのは7月29日のことだった。この知らせは南部海岸沿いに構築されたのろし連絡網によってロンドンへ伝えられた。その遊告 プリマス港のイングランド艦隊は揚げ潮に囚われていた。スペイン軍は作戦会議を開き、防御側の船は怒りを下ろして無力化しており、潮に乗じて港を襲撃して、ここからイングランド本土を攻撃することが提案された。しかしメディマシドニア港は、そのような攻撃はフェリペ2世から明白に禁止されていると却下し、東方へ進み、ワイト島へ行くことを選んだ。 それからほどなく、チャールズ・ハワード・エフィンガム教を司令官、ドレークを副司令官とする55隻のイングランド艦隊が無敵艦隊と対するべくプリマスコーを出港した。ハワードは、ドレークの戦闘経験を認めて、権限の一部を譲っており、ジョン・ホーキンスが後衛司令官となった。無敵艦隊の進路イングランド沿岸を航行する。 無敵艦隊7月31日の夜、イングランド艦隊は攻撃を実行するために無敵艦隊の風上に進路を変えて有利な位置を占めた。夜明けとともに、イングランド艦隊が無敵艦隊の右翼後方から接近し、砲撃を加えた。その後、イングランド艦隊は左翼後方のビスケイワン戦隊へ攻撃を加えた。戦隊指令。 リカルで提督の上官んファン号とエルグラングリム号の二隻がイングランド艦隊の攻撃の矢表に立たされた。二時間ほどの双方決定的な打撃を与えられない、砲撃の応酬の後にメディナシドニア港の援軍が駆けつけたためハワードは交代を命じた。戦闘後、スペインのガレオン・フナサン・サルバドル号が、 爆発事故を起こして炎上し、続いて、アンダルシア戦隊司令ペドロデバルデスの上官、ヌエストラ・セニオーラ・デル・ロサリオ号が、衝突事故を起こして、行動不能に陥り、救出は叶わず、メディナ・シドニア港はやむなく、両船を遺棄した。サンサルバドル号は、主警総官と金庫を乗せた、会計官であったため、その放棄は、スペイン側の士気を甚だしく低下させた。 その日の夜、イングランド艦隊は敵を追尾すべく出航した。ドレークがランタンを灯して、イングランド艦隊を導いていたが、正体不明の船影を見た、彼が突然明かりを消して抜け出す事件が起こった。このため、取り残された艦隊は散り散りになり、夜明けまで混乱状態に陥ってしまった。イングランド艦隊が再集結するまでに、丸1日を要している。 一方、艦隊を抜け出したドレークは漂流していたロサリオ号と遭遇し、バルデステイトクを降伏させ、船を打捕している。ドレークをライバル視するマーティン・フロビッシャーは、艦隊全体を危険に陥らせた明らかな軍機違反行為を非難したが、多くの船乗りたちはドレークを称賛した。また、サンサルバドル号もイングランドに打捕されている。それから、 イングランド船は優勢な速度と機動性を生かし、丸1日かけてスペイン船に追いつくべく搬送した。8月2日、イングランド艦隊は逆風にもかかわらず果敢に攻撃を観行した。ハワードの本隊と無敵艦隊が激しい砲撃を交わす中、北方へ突出した。 フロビッシャーの戦隊と西洋羽騎士団の奇襲後でモンカーが率いるガレアス戦隊とが交戦し、フロビッシャーは巧みな総戦でガレアス戦を翻弄して大損害を与え、ガレアス戦は小船にかなわないことを証明した。ハワードは苦戦したが午後になって風向きが有利に変わるのを待っていたドレークが参戦し、イングランド艦隊は逆襲に転じた。 激しい砲撃が交わされたが、スペイン戦の砲撃は届かず、イングランド戦の長射程だが、軽量のカルバリン砲は有効な打撃を与えることができなかった。東に移動した無敵艦隊は、ソレント海峡の保護水域のワイト島において一時的な基地を構築する機会を得て、パルマ港の軍隊からの知らせを待った。8月5日、イングランド艦隊は、フロビッシャー、 ハワード、ホーキンスそしてドレイクの4つの集団に分かれて全面的な攻撃を仕掛けた。戦いはポートランド沖と類似した経緯をたどり、まず、フロビッシャー、ハワードが敵と砲撃を交わし、ホーキンスとドレイクは風向きが有利になるのを待ってから側面攻撃を仕掛けている。メディナシドニア港は潮流に流されてさすえ、追い込まれるのを避けるべく、 概洋に出るよう命じた。この戦いでも、ポートランド沖海戦と同様、双方沈んだ船はなく、スペイン側の砲撃は届かず、イングランド側の打撃力が不足していることが、明らかになった。ワイト島から退避した無敵艦隊の近くに安全な、港はなく、パルマ港の軍隊の準備に関わりなく、カレーへ向かうことを強いられた。スペイン無敵艦隊の周辺中央に、 火線攻撃が描かれている。8月7日、無敵艦隊は密集体制の半月陣形でカレー沖に投病し、そこから遠くはないダンケルクには、パルマ港の陸軍がフランドル諸港から集められた橋家の船団を用意して、艦隊に合流すべく待機しているはずだった。連絡は予想していたよりも、はるかに困難であり、ここに立って、メディマシドニア港は、 陸軍は未だに準備が全くできていないと知らされ、闘病して、艦隊を待機させざるを得なかった。一方、ダンケルクは、オランダ人反乱軍のユスティヌス・ファン・ナッサウ提督、率いる30隻の海速船によって、海上を封鎖されていた。艦隊の備蓄は減っており、メディマシドニア港は、パルマ港へ弾薬と食料の補給のために、軽量の海速船を送るよう要請したが、 パルマコはこの要請に応えることができなかった。パルマコはこの作戦において消極的な態度が目立っており、当初からイングランド上陸は不可能だと考え、作戦を中止させるために意図的にサボタージュを行っていたとする見方もある。ダンケルク近くは浅瀬が多いため先に進めず、夜が更けるとスペイン人たちは自らの脆弱さに気づかされる。 メディナシドニア港は、スペイン艦隊が、風下側に停泊していることから、河川攻撃を受ける危険があると考えた。そこで、小型船やボートを前列に並べて阻止船を築くと、共に、各艦に怒りを捨てての緊急出港に備えるよう、命じた。8月7日、深夜、イングランド艦隊は150の200トン級軍艦に、樹脂や洋、火薬そしてタールを満載した。 河川8隻を風下に位置し、密接して闘病している、無敵艦隊へ向けて送り込んだ。スペイン人はこれらの異常に大きな河川は、アントウェルペン包囲の際に、オランダ人が使用し、破壊的な効果をもたらした、大量の火薬を満載した特殊な河川、鉛の機械であると信じて恐怖した。2隻は途中で捕らえられて栄光されたが、残りは艦隊に突っ込んだ。 メディナ・シドニア港の機関と主な軍艦は位置を保ったが、残りの船は怒りを切って混乱しつつ、分散してしまった。ナポリ戦隊司令ウルゴデモンカーダのノルガレアス、船産ロレンソは混乱の中で事故を起こして、行動不能に陥り、華麗に座礁してしまい、ハワードのアークロイヤル号がこれを攻撃して、乗組員を呼び、小ギテドレートの死闘の後に捕獲され、その残骸は、 最終的に、イングランドとフランスが入手した。炎上したスペイン船はなかったが、半月陣形は崩され、そこへ、イングランド艦隊が戦闘を仕掛けるべく迫っていた。メディナ・シドニア港は合法を鳴らさせて、スペイン艦隊に、レーへの再集結を命じたが、多くの艦は怒りをすべて失っており、停止することが、できず、海岸線に沿って北東へ流されていくばかりだった。 メディナシドニア公は、やむなく機関産マルチーニョ号を発進させて、部下の艦を追い、もっと先で艦隊を再編成することにした。フランシス・ドレーク、1591年。当時のグラブリングは、スペイン領ネーデルラントに属するフランドルの一部であり、フランス国境に近く、イングランドに最も近いスペイン領であった。 メディナシドニア公はここで艦隊の再編を図り、これまで不手際を繰り返してきた彼だが、勇敢にも、機関産マルチーニョ号を持って敵に立ちふさがる。メディナシドニア公は、機関産マルチーニョ号を艦隊最後尾に置いて、部下を援護させ、その間に、リカルで提督のサンタアナ号を中心に艦隊を再編しようと試みた。 英仏海峡での小競り合いによって、イングランド人は無敵艦隊の戦力と弱点を学び、スペイン戦の多く在の船隊を貫通するには、近距離に近づく必要があると結論づけていた。一方、スペイン軍の大砲は、狭い配置間隔と簡板に収容できる砲弾に、限りがあるため容易に、再装填ができず、このことを、ドレークは捕獲した。 スペイン戦ロザリを調査した際に知った。無敵艦隊は水兵の倍の不評を乗船させており、異常攻撃で勝敗を決しようとするスペインの戦法が彼らの弱点となった。この戦法は、レパントの海戦や1582年のポンタデルガダの海戦では有効だったが、イングランド人は敵の戦力を知り、距離を取って、白兵戦を避ける戦法を取っていた。 サン・マルチーニョ号には、まずドレークの戦隊が攻撃したが、理由は不明ながら短い砲線を交わしただけで彼は、進路を変えて去り、変わって、フロー・ビシャーの戦隊が無敵艦隊の機関に、襲いかかった。サン・マルチーニョ号は、集中砲火を浴びて大きく損傷するが、やがて他のスペイン船も救援に駆けつけて、無敵艦隊は陣形を再編しつつ、戦闘に入る。 グラブリンの置き換え戦。ニコラス・ヒリアードがイングランド艦隊は、優勢な機動性を用いて、無敵艦隊に、射程距離外から発砲させて、砲弾を消費させ、スペイン戦の砲弾が尽きたところで、イングランド艦隊は接近して繰り返し発砲して、敵戦に損害を与えた。また、これによって、彼らは風上を維持することができ、傾いた無敵艦隊の戦隊は、 喫水戦下を敵の攻撃にさらすことになった。午後4時頃に無敵艦隊の陣形は崩れ始めてフランドル方面へ敗走したが午後6時頃に激しい土砂降りの嵐となりイングランド艦隊は攻撃を取りやめざるを得なかった。スペインのガレオン・フナサン・マテオ号とサン・フェリペ号は沈みかけた状態で漂流し浜に座礁してオランダ人に捕獲された。 ガレアス戦隊機関のサンロレンソ号も座礁して打破され、戦隊司令官のモンカーダ提督は戦死した。さらにキャラック戦一隻が、ブランケンベルヘ近郊に座礁している。その他のスペイン戦の多くもひどく、損害を受けており、特に戦闘の初めに、イングランド戦の集団からの激しい攻撃の矢表に、たったサン・マルチーニョ号をはじめとするスペインとポルトガルの、 アトランティック級ガレオン船の損傷は激しかった。一連の海戦によるスペイン船の損失は、資料によって異動があり、確定的でないが、9から11隻程度が喪失したと考えられる。砲戦で、スペイン艦3隻が沈没、2隻が航行不能の大損害を受けたとする説もあり、事実であれば、当時の低威力の艦砲によるものとしては、大きな成果と言える。 パルマ港の陸軍と合流する計画はくじかれ、イングランド人は休息する余裕を得た。しかし、無敵艦隊の存在は以前として、イングランドにとっての大きな脅威であった。グラブリンの沖海戦の翌日、風は南西方向へ向きを変え、メディナシドニア港は艦隊を、フランス沿岸部から動かすことができた。イングランド艦隊は、弾薬がほとんど尽きていたにもかかわらず、 艦隊が再び、パルマ港の護衛任務に戻ることを阻止すべく追撃した。8月12日、ハワードは、スコットランドのフォースワンで、追撃中止を命じた。この時点で、スペイン兵は疲労と乾きに苦しめられており、メディナシドニア港には、スペイン本国へ帰還する進路を取る、以外の選択肢はなくなっており、それは、非常に危険な航路だった。 ティルベリーで兵士に向けて演説する、エリザベス一世イングランド人は以前として、メーデルラントからの侵略の脅威を軽視しておらず、レスター博、ロバート・ダドリーは、敵が、テムズ川川口から訴状して、ロンドンへ攻め込まぬようクス州ウエスト・ティルベリーを兵、四戦で守っていた。8月18日、エリザベス一世は兵をぶすべく、ティルベリーへ赴き、 翌日、最も有名になる演説を行った。我が愛する民よ、私は、私の身を案じる、者たちから忠告を受けてきた。無本の恐れがあるから、武器を持った、群衆の前に出るのは気をつけよと。しかし、私は、あなたたちに自信を持って言う。私は、我が忠実、かつ愛すべき民を疑って行きたくはない。そんな恐れは暴君にさせておきましょう。 私は常に、神のもとで、私の最大の力と安全を、我が進化の忠実な心と善意に委ねてきたのです。それゆえに、今あなたたちが目にしているように、私は、あなたたちの中にやってきたのです。遊びでも、気晴らしでもなく、戦いの熱気の真っただ中に、あなたたちの中で生きそして死ぬためにです。たとえゴミとなろうとも我が神、我が王国。 我が民、我が名誉そして我が地のために。私はか弱く脆い肉体の女だ。だが、私は、国王の心臓といを持っている。それは、イングランド王のものだ。そして、パルマ皇、スペイン王、またはいかなる、ヨーロッパの諸皇が、我が王国の境界を犯そうと望むなら、汚れた、軽蔑の念を持って迎えよう。不名誉を被るよりも私は自ら権を持って、 立ち上がります私、自らが、指揮官、審判官となり、あなたたち全員の戦場での勇気に報いましょう。私はすでに報酬と栄誉に値する、あなたたちの意気込みを知っています。私は、大の言葉において約束します。あなたたちは正しく報われます。1588年8月下旬から9月、無敵艦隊は、 大西洋のスコットランド、アイルランド周辺海域に入った。船は長い航海による損耗を見せ始めており、何隻かは太砂で船体を束ねていた。食料と水は不足しており、群馬は海に投げ込まれた。艦隊はスコットランドとアイルランドの西側の比較的安全な外洋の航海を意図し、この判断自体は正しかったが、多くの船が 艦隊に追従できずに脱落してしまった。また、リカルで提督をはじめとする一部の船が、水と食料の不足を理由に、カトリックの多いアイルランドへ向かっている。一般的なイメージとは異なり、実際には、キロの航海中は、嵐も少なくメディナシドニア港のサンマルチーニを合意下本体は、比較的順調に帰国できたが、 分離して、アイルランドへ向かった集団や脱落した船には、悲惨な運命が待っていた。無敵艦隊の航海士たちは、アイルランド周辺の海岸線について、全く無知であり、多くの船がここで難破して沈没し、上陸した乗組員たちも土着民や、イングランド兵によって虐殺された。歴史や菓子、そして虐殺された犠牲者は、戦闘によるものよりも、 はるかに多く、スペイン無敵艦隊の半数だけがスペインに帰還できた。無敵艦隊のアイルランド沖航海は、スペイン水兵への残虐行為やサバイバルの記録に溢れている。一部の生き残りはアイルランド人にかくまわれたが、わずかな数のスペイン人が生き残ってアイルランド、反乱軍に身を投じ、本国に帰還できたものは、さらに少なかった。 9月22日にサン・マルチーニョ号がスペイン北部サンタデル港に帰還し他の船も数日のうちに到着した最終的に67隻と約1万人が生き残ったが帰還船の半数は再使用不能な状態で入港した途端に沈み始めた船まであった食料と水が尽きた船に閉じ込められていたため乗組員の多くが病気によって 品種の状態だった。機関兵の多くが、スペイン本土や港湾に停泊した、病院船の中で病死している。遠征の結果を聞かされた、フェリペ2世は、私は艦隊を人間に対して送ったのであり、神の風や波浪に対してではないと語ったと伝えられる。ひどく失望してはいたが彼は、メディナシドニア港を許し、領地へ帰した。公意識官では、 ペドロ・デバルデスは捕虜になり、モンカーダは戦死し、副司令官・ニカルデ・トーケンドは、帰国の地ほどなく病死した。参謀本部長、ディエゴ・フローレス・デバルデスは生還できたが罪に問われ、投獄されている。アルマダの海戦時のエリザベス一世の肖像が、イングランドの損害は、死者50から100、負傷者400に止まり、沈没した船はなかったが、イングランド艦隊は、 グラブリンの置き回で無敵艦隊の再集結を阻止し得なかったので、なお艦隊に兵を配置し続ける必要があった。このため、艦隊に薬病が発生し、チフスや赤痢、飢餓によって数千人の水夫や兵士が死亡している。政府の資金不足により、彼らは給与を支払われることなく解体されており、 ハワードが戦利品や資材を使って乗組員を救済したが到底足りずイングランドの守護者たちが無給のまま何ヶ月も放置されたことで士気を低下させる論争が引き起こされた。これはスペイン政府が艦隊の生き残りに援助を与えたこととは対照的であった。この海戦の結果はそれまでは昇格突撃や 雪原切り込み戦闘の補助でしかなかった砲手の地位の向上という海上戦闘場の変革を明示している。グラブリンの沖海戦は一部の軍事視野から両国の海軍技術や兵装の差などといった海軍バランスのイングランドへの移行を反映していると考えられており、これは次の世紀まで続いた。歴史学者ジェフリー・パーカーは 1588年におけるエリザベス海軍の主力艦は全世界で最も強力な艦隊を構成していたと語っている。しかし、アルマダの戦いでの敗北以降、スペイン海軍もまた大規模な組織改革に着手しており、次の世紀においても本国海域や外洋航路の支配を維持し続けた。イングランドでは数年にわたり、 国威が高揚し、エリザベス伝説は、彼女の死後も長く生き残り、そして成長した。スペイン海軍の撃退は、ヨーロッパ中のプロテスタントに勇気を与え、神が、プロテスタント信仰を加護しているという信念は、記念メダルに刻印された、神は風を起こし、そして彼らは追い散らされたという文言によく、現れている。その他にも、ユリウスカエサルの言葉、 来た、見た、勝ったをもじった、彼は来た、彼は見た、彼は逃げたを刻印した、より大きなメダルもある。しかし、イングランドの優位は、翌1589年に実行された、ポルトガル及び、アゾレス諸島遠征の失敗によって失われてしまった。ノリス・ドレークの遠征、または、イングランド無敵艦隊と呼ばれる遠征は、ポルトガル人との連携に失敗して、 多大な損害を出して帰還している。スペインは艦隊を再建し、1596年以降にイングランド攻撃を目指す4回の無敵艦隊を編成した。1596年10月に派遣された2回目の無敵艦隊は約100隻12000人の人用でアイルランドを目指したが、悪天候によって75隻3000人を喪失して失敗した。 1597年10月に派遣された112隻からなる第3回無敵艦隊は敵に気づかれずにイングランド本土に迫ったがまたも嵐に巻き込まれて頓挫している。1599年に編成された第4回無敵艦隊は出航直前に作戦を変更してオランダ艦隊を迎撃すべくアゾレス諸島へ向かった。最後の第五回無敵艦隊は 1601年春にアイルランドの反乱軍を支援すべく派遣され、アイルランドに兵3000を上陸させることに成功したが、その後の陸戦に敗れて撤退している。外洋での海賊行為や、ネーデルラントやフランスでのフェリペ2世の敵への増援は続けられたが、イングランドにはごくわずかの実質的な見返りしかもたらさなかった。英日戦争は、 高着状態に陥り、フェリペ2世とエリザベス1世の没後の1604年に、スペイン側に有利な内容のロンドン条約が締結されて、終結した。スペインはその後もしばらく欧州を呼び、アメリカ大陸での派遣国家であり続けており、イギリスがこれに代わる強力な海軍を要する海洋派遣国家になるにはなお長い歳月が必要であった。その後もスペイン海軍は、 白地に停泊しているところを襲撃されて、大混乱のうちに大打撃を受けるという、カレー沖海戦のパターンを何度も繰り返している。総司令官チャールズ・ハワード提督上官アークロイヤル号副司令官フランシス・ドレーク上官リベンジ号ガレオン船。アンテロープ号8月7から8日の河川攻撃に、使用された船、イングランド艦隊と交戦する。 スペイン艦隊機関船マルチーニョ号。ヘンドリック・コルネーリス・ブルームガム的艦隊のガレアス、船帆船とガレー船との接中的な船で、ナポリ船隊の4隻が参加していた。スペイン船のトン数は、スペイン式計算によるもので、イングランド式計算よりも25%以上、小さい。アルマダの本来の意味は、蒸気のスペイン艦隊であるが、転じて、 大艦隊の異様を表す比喩的な名称となった。比較的近年のものとしては、ハレー彗星の1986年地球接近を観測した多数の探査機、ハレー艦隊は横も事件ではハレーアルマダと呼ばれている。他にもフィクション中の艦隊にも用いられることがある。また、 長い間無敗を続けていた 1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選をはじめとするサッカースペイン代表の通称として日本のサッカー雑誌や関連本が用いている。テニスの俗語ではスペイン無敵艦隊はラファエル・ナダル、フェルナンド・ベルダスコ、フェリシアーノ・ロペス、ダビド・フェレール、トミー・ロ・ブレド、ニコラス・アルマグロ、 フェリックス・マンティーリア、アルベルト・ポルタス・フワン・カルロス・フェレーロ、カルロス・モヤなど、高ランクのスペイン人選手の集団を言い表す際に、用いられる。これはまたデビスカップチームのニックネームとしても使われる。しかしながら、アルマダ海戦の天末から、多分に、揶揄の意味を含んで使われたり、また、演技の悪い呼び名として嫌がられる例もある。ありがとうございます。